そしてまた今日はライブ配信ということで、本当に流れて作った時、本当に新人の時にブルブル震えましたね。いや、本当緊張しました。もうそれ、ライブ配信でね、地方の方がもう見てらっしゃるから、もう頑張って歌わなくちゃいけない。もうすごく緊張しましたね、本当に。まあでも、少し落ち着きましたけども、この後の歌う歌がね、これ緊張するんですよ。私、ドエンカの桂裕二で今までずっと37年間歌ってきましたけども、定置組に移りまして、そしてコロンビアに行った時に、ぜひこれを、こういう歌を、ちょっとこっちの歌でございます。わかりますか？こっちの歌。最近流行ってますね。不倫の好きな方いますか？みんな好き。ああ、そう。まあ、俺は嫁はんがいないけどね。嫁さん逃げてしまいました。あんまし不倫がひどいもんで。不倫の歌を、続けて3曲。実は最近ね、仕事がなくて、あんまし歌わないんで、歌詞がね、飛んじゃいそうなんで、こちら社長が、見かねてね、譜面台を用意してくれて、間違いよりいいんじゃないのってこと。まあ、こういうことも、これもまた生放送のいいところですね、NHK でございます。それが一番心配なの。今ね、ちょっと目の治療をしましてね、だいぶ視力が出てきましたけど、まだ見えないんです。前の奥様方、顔のシワが一本も見えない。みんな若く見える。今日、宮下賢治先生と言ってきました。宮下先生もこの前、白内障の手術したんですよ。だね、桂さん、俺、家帰るの嫌なんだ。なんですかって言ったら、いや、だってね、今まで母ちゃんの顔ね、遠くでしか、こう、もうぼーっとしか見えなかったのに、今はね、まとめ見たらね、顔にシワがいっぱいあるんだよって。そんなこと言うの。そして今日おいでの水木優ちゃんのね、先生の大船渡ちゃんね、同じ歌手として殺しましたね。まさか今日本当に嬉しかったんですけども、大船渡さんのこともね、宮下先生よく知ってましてね、嬉しかったです。それでは、ついこの前出したばっかしでございます、津軽市土佐港のカップリングで「安らぎ」という歌、見ながらでも間違えることありますけども、その時勘弁してください。よろしくお願いします。なんかバラバラ、どうでもいいやって感じの。よろしく。触れた唇に安らぎ一つ燃えて静かに夢の中心しみつく残りがよ好きよ、あなたが好きよ。つかの間だけを幸せくれて、憎らしいほど熱い泣き。溶ける眼差し安らぎ一つ揺れる想いにほだされ悪い岬求め
な熱い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 あなたが熱いだらら抱いて背中にさせて心惑わす熱いな人続きまして、二人で帰ろうで
へ胸にしっかり抱きしめたなら、投げた別れの横波が、ザンザザ、ザンザザ、ザンザとよ、ザンザザ、ザンザザ、ザンザとよ。熱い血潮がのたうち回る、シャミは抱いても情けはんだけに、未練から味わわさはよされよされと流れ